国立広島原爆死没者追悼平和記念館は、広島平和記念公園にある、被爆者を追悼する国立の施設である。入り口に降りる、階段2002年8月1日に、国立の施設としては初めて、広島平和記念公園内に設置された。原爆死没者慰霊碑や広島平和記念資料館、レストハウスに隣接している。建物は、建築家、 建造の設計地下2階構造で地下1階は情報展示コーナー及び体験機閲覧室が地下2階には平和記念、死没者追悼空間を及び家コーナーが設けられている。入館者数は2004年8月28日に50万人、2007年3月13日には100万人を突破した。原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の 第41条の規定に基づき設置され、1945年8月6日の広島市への原子爆弾投下により死亡した人々や、その後に亡くなった被爆者を追悼し、世界平和を願う目的で建てられた。2003年には長崎市にも同様の施設が建てられた。具体的な活動は、被爆者の名前、遺影の募集を行っており、 開館時には4804人の被爆者の遺影が登録。2004年8月に登録者は1万人を超えた。また、被爆体験記や追悼記の募集や、在外被爆者の証言ビデオの作成なども行っており、2008年度までに205人分のビデオが館内で公開されているほか、広島平和記念資料館を通じて貸し出したりしている。原爆死没者の遺影のほか、 被爆者による体験記や証言映像、強度や原爆、平和に関連する書籍を収蔵し、利用者に公開している。2020年、被爆した16人のイエズス会外国人神父、修道士の名前と遺影が登録された。広島平和記念公園交通参照。ありがとうございます。